私が施したお社の再封印をおじいちゃんが確認し、安全だと保証して、私の仕事は終わった。お疲れ様。その間、トーマと話す機会はなかった。そうなの？目が合うことくらいは当然あった。でも、どちらともなく目をそらしてしまい、何も口にできないまま。あの時は命がかかっていたから、どんな恥ずかしいことでも言えたけど、普通の生活で言えることじゃない。そしてどう過ごしていようと、時は刻一刻と過ぎゆく。突然だが、神楽坂は本日をもって転校することになった。今までお世話になりました。最初からいつ転校するかわからないと言っていても、実際に言われると驚くらしい。まあ当然といえば当然だよね。本当かよ。ゆうとくん、もう大丈夫？うん、うちの仕事の都合でね、仕方ないんだ。これは男の子区長の方がいいよね。なんだよそれ。トーマ、お前知ってたのかよ。まあ、なんで教えてくんねんだよ。知ってればお別れのラーメンくらいおごってやれたのに。ゆうとくん、なんかすっごいいい子になってる。またラーメンなんだ。苦笑い仕掛けてトーマと目が合った。何か言おうと口を開いたものの、うまく言葉が出てこない。じゃあ俺そろそろ行くね。もう？もう行くのかよ。放課後くらいまではいるのかと思ったぜ。私もそうだと思った。うん、もう荷物も送ったし、電車の時間もあるから。電車乗るのか。なんだよ、電車くらい遅らせればいいだろ。そういうわけにもいかないよ。指定席取ってあるから、ごめんね。今日はクラスのみんなにお別れを言うためだけに来たんだ。そっか。ゆうとくん、別れを惜しんでくれてる。ゆうとは解放された途端、私にも優しくなってくれた。一度ものすごく落ち込んだけど、今はしっかりと立っている。本当はまだ全部は消化できてないのかもしれないけど、でもゆうとならきっと大丈夫。なんかお前にはいろいろ迷惑かけちまったよな。ううん、そんなことない。今までありがとう。楽しかったよ。部の1年のみんなとにゃーちゃんにもよろしく。うん、じゃあ気をつけていけよな。うん、たまには遊びに来いよ。ニャーと一緒に待ってっかんな。ありがとう。ユウトは私の手を力いっぱい掴んで握手した。本当にいい子になったな。お前もなんか言えよトマ。ああ。たく、逃げ切らねえな。ユウトが肘でこずっけど、トーマは無反応のまま。トーマも元気でね。お前も元気でやれよ。うん、本当に一言でも何もないよりいいかな。じゃあ失礼します。先生、短い時間でしたがありがとうございました。ああ、気をつけていけよ。はい。私はうなずいて教室を後にした。お、いいのかよトーマ、もう会えねえかもしれねえんだろ。いや、そんなことはないと思うけど。かもな。遊びに行こうよ。かもなじゃねえだろ。人にかっこいいこと言っといて、てめえのヘタリは全然治ってねえってか。
見てらんねえぜ。ちょっと見ろよ、要のやつ振り返りながら校門に向かってるじゃねえか。振り返ってるんだ。誰を待ってるのかわからないお前じゃねえだろうがよ。トーマくん、それじゃ始めるとするか。授業？あ、もしかしてここでトーマくん、ちょっと払いたいんでトイレ行ってきていいすかとか言うのかな。と、その前に兵道。なんだよ。教師に呼ばれただけで過剰反応するな。何か後ろめたいことでも考えてたのか。別に何にも考えてねえよ。なら動じる必要はないだろう。用があんならとっとと。俺としたことが、うっかりと授業で使うプリントを忘れてきたようでな。阿部先生、ナイスアシスト。すまんが、ちょっと準備室へ行って取ってきてくれ。いい人。なんで俺が。トーマくん、分かったでしょ。あったな、取ってくれ。いいんだろ。ああ、ま、そう急がんでいいかな。阿部先生、阿部先生の好感度すごい上がったんだけど。行ってくる。阿部ちゃん、愛してっぜ。私も。バカ野郎、言う相手が違うだろうが。ちょっと阿部先生、ちょっとみんなの前でやめてくださいよ。何慌てるくらいなら最初から素直になるってんだよ。あれ、ゆうとくんさ、かなめちゃんの性別知らないよね。駅まで来ちゃった。何度振り返ってもトーマの姿は見えない。ちゃんと話しておけばよかった。一歩踏み出して逃げないで声をかけたら、そうすればこんな風に後ろ髪を引かれることもなかったのに。でもこれでよかったのかもしれない。私はタイマシで普通の女の子じゃないから、この先もずっと戦い続けなければならない。平和に楽しくなんて夢見るだけならいいけど、現実はそんなに甘くない。諦めよう。荷物を背負い直して歩き出す。あれは夢？死闘の中に見た宝物の幻。振り向かずに前へ進もう。タイマシとして過ごし、タイマシとして去る。ただそれだけのこと。楽しかったことも抱え込んだ思いも全部記憶の中に封じ込めて、そっちも封印しちゃうの？私の最初の仕事、これから重ねる中の少しだけ特別な、乗り越えなければ始められない。ここで足を止めたら次へ進めない。思うのに踏み出す足は重く、目に入る風景、建物の一つ一つが記憶を揺さぶる。駆け抜けたい、足を止めたい。焼き付けば余計につらいけれど、そらすこともできない。涙をこらえて一心に足を動かす。駅へ、早く駅へ。カナメー！トーマくん、カナメーとは書いてないけどね。雑踏の中聞こえるはずのない声を拾った。カナメー！トーマくん、今度ははっきりと。振り返れない。え、なんで？荷物を抱えて思い切り駆け出した。なんでよ。人にぶつかりそうになる。謝って謝って、前だけを見て走る。息が切れる。駅まであと少し、あと少しだから。カナメ！トーマくん、腕が掴まれた？掴まれて姿勢を崩す。倒れ込みそうになった体を誰かが支えた。誰かってトーマくんだよね。たく、
逃げんなって言っておいて、自分は目いっぱい逃げやがって。ごめん。見覚えのある場所、最初に大暴れした場所、トーマと一緒に駆け出したあの場所。改札ぶっちなんてシャレになんねんだからよ。そうだよね、追っかけなきゃいいじゃん。バカかお前、それじゃ来た意味がねえだろ。そうなの？授業は？そうだよ、授業はどうなっちゃったの？なごだ、とりあえず置いといてたな。いや、ダメでしょ。それはダメ。トーマは学校に戻って、私は家に戻って。それで元通り、それが正しいこと。だからダメ、戻らなきゃ。でも、何？言いたいことが。何？見上げる。見上げてしまった。動けない。好きだ。はあ、私も好き。視界が歪んだ。お前が好きだ、カナメ。私もトーマくんが好き。溢れ出す涙、こらえていたものすべて、大粒の雫がボロボロとこぼれ落ちる。うわっ、バカ、なんで泣くんだよ。だってバカじゃないよ。なんでそんな混乱してる。胸が苦しくて息ができない。ずるいよ、私ずっと聞きたくて言えなくて、話すことができなくて。ああ、もう泣くなよ。うん。トーマは制服の袖で顔を拭ってくれるけど、涙が後から後から溢れて止まらない。まあ、今まで何も言わなかった俺も悪いんだけどよ。何も言わないで言っちまうお前も白状じゃねえか。ごめん。お前は全部言ってすっきりしたかもしんねえけどよ、返事もしねえうちにってのは釣りだろ。そうだよね。って、何？だから泣くなって。だってトーマ追いかけてこないって思う。不安にさせちまったのは、その悪かったよ。うん。なんつうか、その気合が足りなかったっつうか、何や分かんなかったっつうか。そうなの？でもよ、一つも言えなかったら後悔するだろう。うん。誰かに操られてとかじゃなくてよ、ちゃんと自分で面と向かって言っとかねえとな。トーマくん、呼吸を整えてトーマを見上げる。止まらない涙はそのまま。俺はお前を守りたいと思うし、そばにいたいって思った。かっこいい。今すぐは無理でもよ、絶対諦めねえ。ダメか？ううん。首を横に振った。振りすぎて目が回るくらい。大丈夫？首痛めるよ。絶対迎えに行くから、お前ん家まで。家まで？知ってるんだっけ？私の家がどこにあるかなんて知らないくせに。あ、知らないんだ。ラモン職員室で調べりゃすぐ上がる。ダメだよ。お前ん家に行くから待っててくれ。あ、うん。その職員室心配なんだけど。期待しないで待ってる。最後の最後まで意地っ張りなやつだな。必ず行くから、でっけえ土産持ってっから、期待して待ったろ。うん、じゃあ焼きまんじゅうがいい。涙を拭ってうなずく。気持ちが落ち着くと頭から抜け落ちそうだった記憶が脳裏をよぎった。あ、時間、電車の時間。ユートに言ったのは嘘なんかじゃない。間に合わなくなったら大変だ。よっしゃ、
走るか。え、トーマ君も途中まで来てくれるの？私の手から荷物を取り上げたトーマはそれを担いでこちらに手を差し伸べた。え、でも中まで付き合うからよ。トーマ君、いいよ、そんな。俺が見送りてんだって。トーマ君。トーマは強引に私の手を掴んで走り出す。あの時と同じように見上げれば照れたような横顔がそこにある。変なのに絡まれるなよ。うん、大丈夫だよ、叩きのめしちゃうから。変なのじゃなくてよ。そう、何？走りながら口ごもってるトーマの手をぎゅっと握りしめて笑う。ちゃんと待ってるから、約束だよ。あ、おじいちゃん。これ、いい若いもんが何を昼間から不景気なため息をついておる。いいでしょう、別に。私が今でゴロゴロしていると、おじいちゃんが声をかけてきた。おじいちゃんには関係ないでしょ。時間があるなら。何？お使い？頭使うのはパース。集中できそうにないよ。仰向けになったままカレンダーを眺める。めくってめくってもう何枚も。待つのが嫌なわけじゃないけど、あの言葉を疑うわけでもないけど、いくらなんでも遅すぎだよバカ。どのくらい待ってんだろう。あ、おじいちゃん、お客さんだよ。もしかしてトーマくん？本当に職員室で住所調べてきたのかな。やれやれ、まったく。自分が出ようとは思わんのか。じゃあ出ますよ。そんな気になれないの。ゴロンと転がる。だらけ根性は良くない。思いはするけど、どうにもやる気が起きない。畳につけた耳にバタバタバタとズンズンズンと2種類の足音が聞こる。ん？これ A 忘れてない？大麻の依頼だといいな。体を動かせば少しは。お前さんに客なんじゃがな。やっぱりトーマくん？え？起き上がって振り返る。おじいちゃんの後ろに巨大なカバンを持った背の高いもう一人。仰向いて顔を見上げた。よう、カナメ、元気そうでもないか。トーマくん。そこにいるトーマはまるで昨日別れたばかりのようにひょうひょうとした顔つきで。おう、久しぶりだな、カナメ。久しぶり。え、半袖？ということはあの時10月だったから11、12、1、2、3、4、5、6、7、8。え？約9、10ヶ月？カナメちゃんよく待ったね。嘘。目の前にある光景が信じられない。なんで？なんでってそりゃ、来るっつっといたじゃねえか。言ったけどさ。確かに言ったけど、でも来るなら来るって連絡くれれば迎えに行ったのに。はあ、悪い悪い、急いで出てきたら携帯忘れてきちまってよ。そうだったんだ。駅なら公衆電話だってあるでしょ。いや、携帯に番号を登録してあるからわからないんじゃないかな。いや、電話番号を携帯に入れちまってて。だよね。地図の方もなんか分かりづらいし、危うく遭難するところだったぜ。やめてよ。駅からここまで歩いたの？おや、お疲れ様。どうした？あ、もしかして駅から家まで遠いとか？開いた口が塞がらない。駅からここまで一体何キロあると思ってんの？やっぱり。あ、もしかして
駅と駅の間に住んでるとか。頭を抱える私を尻目に、おじいちゃんが部屋を出ていく。我関せずって顔だ。おじいちゃん、空気が読める。疲れたでしょう。とりあえず座りなよ。座布団を進めてお茶を入れる。久しぶりに会って、というか会いに来てくれたっていうのはものすごく嬉しい。それは確かなんだけど、何？あまりといえばあまりの登場ぶりに今日疲れたというか、なんというか、話そうと思っていたこととかたくさんあったはずなのに、それも全部吹っ飛んじゃって。あるよね。あ、そういえばさ、こないだの大会すごかったね。あ、流輪機大会？なんで知ってるんだろう。テレビかな。ん？ああ、知ってたのかよ。うんうん、テレビで見たから。やっぱり流輪機大会で東間率いる清涼館高校は見事優勝を勝ち取っていた。おめでとう。私いなくても勝てたじゃん。東間や優斗たちだけじゃない。初めて会った時は市内を構えるのもおぼつかなかった1年生が全国大会でやり合えるほど強くなっていた。本当はトロフィーとか持ってこられればよかったんだけどな。さすがに持ち出せなくてよ。いいよ。写真はない？見たいけど、学校に置いていくものでしょ。大会はちゃんと見たから大丈夫。疑ったりしないよ。確かに、でっかい土産をって言ってはいたけど、そんな文字通りのものを持ってこなくても、優勝の知らせだけでも十分大きいんだからさ。大体そんな大きなものを持ってたら、ここにたどり着く前に絶対バレたと思う。そうだね。というか警察に何か言われるんじゃないかな。まさか優勝するなんて思わなかった。みんなすっごく強くなってたよね。強くなったよね。ああ、おかげさんでな。で、やっと褒美をもらいに来れたってわけだ。褒美？褒美？首をかしげている私の前に東間はごそごそと近づいた。何？熱いものが重なった。うわー、キスした。お茶こぼしてる。後で掃除しなきゃ。てか、かなめちゃん、大胆ノースリーブに大胆ホットパンツ、完全な女の子。キスされてるんだって気づいたのが数秒後。いや、なっちゃうよ、なっちゃうよ。なんだろう。一体トーマは何をしてるわけ。バカトーマ、いきなり何すんのよ。なんだよ、俺のこと誰よりも大事だって言ったのはお前だろ。言ったけどさ。俺だってそうなんだから問題ないだろ。まあそうだけど、そうだけど、何いきなり。バカじゃないの。バカ、大バカ、てっぺんバカ。乙女心ってものが全然分かってないんだから。なんだよ、嫌だったのかよ。嫌じゃないけど。意地悪く見下ろすトーマに私は再び返した。言いたいことは山ほどあったけど、とりあえずは一つだけ。何？そんなこと誰も言ってないでしょ。ふぅ。ここで終わり？もうちょっと見たかった。続きは皆さんのご想像にお任せしますっていうやつ？はい、兵藤東間くんを無事に攻略することができました。いやー、私は攻略サイトがなかったらここまで来れませんでしたよ。本当に感謝しています。いやー、後日談で
乙女ゲーム要素が出てきてテンションが爆上がりしました。暑いです、すっごく暑いですというところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。はい、選択肢まで来ました。選ぶのは上です。だってトーマは俺の大事な親友だから。トーマは俺の大事な親友だから。声は低く、女の子らしさはしまって、男の子だった私の目線で、トーマが剣道部に誘ってくれたの、少し困ったけど嬉しかったんだ。じゃなきゃ仕事があるのに入ったりしない。一緒に魔物と戦ってくれるって言った時もすごく心強かった。実際一人じゃ危ない敵も二人でなら簡単に倒せたし。大層なことしてねえよ。一緒にいたくって、お前と秘密を持ちたくて、理由つけて無理やりついてただけだ。トーマ君、でも何度も俺を助けてくれた。トーマが違うって言っても俺はそう思ってる。男の子だというのは嘘。他にも数えきれないほどたくさんの嘘を重ねてみんなを、トーマを欺いてきた。でも思ったことに嘘はない。してきたこと、感じたことの全てが嘘だったわけじゃない。俺にとってトーマは大事な親友で戦友だよ。トーマが何と言おうとこれだけは絶対に譲れない。勝手な言い分かもしれないけどさ、思うだけなら自由だろ。カナメ、お前。はい。今の気持ち全部多分ちゃんとトーマに伝わったと思う。ここから先は同じかな。壊れた社を修復し、再封印を施して祭り沈め、流血は完全に塞がった。よかった。最後に現れたあの声の主については何もわからないまま、別のルートでわかるのかな。とりあえず清涼館高校からは手を引いたようだ。それだけで今は満足しておくしかない。私の体の傷は近くの病院で治してもらった。幸い縫合しなきゃいけないような傷はほとんどなかったし、傷も残らないって言われた。よかった。全ての痕跡は消え、穏やかな日常が戻り、そしてそれはトーマと私の別れの時でもあった。あ、本当に行っちまうんだ。うん。最後の荷物、最後まで送るのをためらった剣道の防具袋と竹刀を抱え、私はうなずく。うん、ここでのお役目は終わっちゃったから、もう帰らないとね。これは友情エンドだから男の子口調の方がいいか。喉の奥から飛び出しそうな言葉。剣道部のみんなと鍛錬に励みたい。君たちと一緒に竜林期大会を目指したい。帰りたくない。でもそんなわがままは許されない。私は大麻師だから、大麻が終われば去らなきゃいけない。いつまでも流血の近くにいたら何かの影響を与えてしまう可能性だってある。最後に現れたあの容器の主は私を神楽坂の巫女と呼んだ。そうだね。いずれまたどこぞでまみえるかもしれんが、神楽坂の巫女。急に出てこないでよ、びっくりするから。脳裏を過ぎる声、思い出すだけで背筋が凍る気さえする。せっかく怠慢したこの学校を再び容器の巣にするわけにはいかない。本当はみんなと一緒に大会に出たかったけど、ごめんね。
しゃあねえさ。お前にはお前のやらなきゃなんねえことがあるんだからよ。うん。でも、トーマに任せておけばきっと大丈夫だよね。なあ、任せとけって。必ず県大会突破して竜林期大会入賞してみせるぜ。頑張ってね。その時は応援に行くよ。きっとだぜ。うん、うん、約束する。なかなめ。何？ん？俺が無理やり入れちまった剣道だけど、やめないでくれよな。うん。大麻の役に立つかもしんねえし、何より。何？この学校で俺とお前が出会ったっていう証っつうか。証か。やめられないよ。私は防具袋を叩いた。前の学校にも剣道部はあったから、そっちに入ろうかと思ってる。ああ、そうなんだ。この学校ほど強くはなかったみたいだけど。そっか。もしかしたら清涼館高校とも対抗試合をするかもしれないね。大丈夫？女だってバレない？そん時は遠慮しねえぞ。全力で行くからな。私だって。俺は遠慮して倒せる相手かよ。そうだね、お前強いもんね。まあね。中目。何？何？お前と一緒に試合に出ることはできなかったけど。うん。だけど俺たち一緒に戦ったよな。うん。力振り絞って目いっぱい戦ったよな。うん、うん、そうだね。俺、トーマが一緒で本当に心強かったよ。心の底から声を枯らして叫んでもまだ足りないくらい。ありがとう、トーマ。右手を差し出す。バキ野郎、水臭いこと言ってんじゃねえよ。いきなり顔を赤くしたトーマは手を握り返さず、代わりに手首を掴んで引っ張ると私の首に手を回した。痛い、苦しい。おお、ヘッドロック。いや、いいスチル。めっちゃ笑ってる。かなめちゃんは女の子にしか見えないけど。うわ、ギブギブ。巻きついている腕を遠慮なく叩く。照れ隠しのつもりかよ。死ぬ、トーマの力じゃ本気で死ぬ。もちろん。声が降ってくる。顔は見えないけど、その表情はなんとなくわかる気がした。トーマも私も自分の心がわからなかった。そばにいたいという気持ちは本物けれど、相手を異性として見ているかというと、それはどこか曖昧な気持ちで。ただ何？同じ場所で命をかけた。戦いの中背を預けた。それだけは絶対だから、私は笑って答える。はあ、会えるさ。いつかきっとね。なんで大事なところで噛むかな。絶対さ、もうここは噛んじゃいけないところなので。テクツ。はあ、会えるさ。いつかきっとね。そん時はいつでもまた俺の剣を貸すぜ。本当？トーマはヘッドロックを外すと私に視線を合わせうなずいた。ありがとう。君になら背中を任せられるよ。トーマは俺の戦友だから。いつまでもダチだ。うん、うん、いつまでも友達だよ。私は笑って駅に向かって歩き出した。トーマが
見守ってくれるのを感じながら、きっと一生忘れない。この学校で起きたこと、出会い、関わった人たちの顔、抱えてきた思いも、最良の戦友を得たことも、過ごした時間のすべてを絶対に忘れない。